ヤホ天満宮は東京都国立市にある神社、甲州街道沿いにある。社殿によると、903年に菅原道真の三男、道部が父を祀る病を建てたことに始まるという、府社、式内社、穴沢神社の論社でもある。東日本最古の天満宮であり、亀井戸天神社、湯島天満宮と合わせて関東三大天神と呼ばれる。 南部鉄道が、ヤホ駅の駅名を、ヤホとしたため、地名の、ヤホまでも、ヤホというようになってしまったが、本来の読み方は、ヤボである。江戸時代の著名な教科書の太田植山人が、神ならば、出雲の国に行くべきに、目白で、会長ヤボの天神、と読み、ここから、ヤボ天、または、ヤボの子を生じたと逸話に伝える。1908年8月1日、 アリス川の宮武人新能の運転するダラック号を先頭に国産ガソリン自動車タクリー号3台など11台が隊列を組み日本初のドライブツアーであるとされる甲州街道を立川までの炎上会が行われたヤホ天満宮の梅林で昼食会が催され今も記念碑が残されている天満宮略園機によると903年2月に 菅原道真が皇居したとき、子息の道部は自ら像を刻み、病を立てて祀ったのが、野保天満宮の創建だとされる。921年11月に、道部が皇居すると、道部も愛殿に行使されたという。天満宮略園記によると、菅原道武は、道真の子息であるとしているのだが、道真の子息に、道部というものは実在しないという。 玉川の下手段級に沿って作られている。甲州街道から石段を下って境内に入って行くという下り宮であり、天馬宮としては珍しい構造となっている。そもそもの甲州街道は天馬宮の南側を通り本殿より下に一致していたが、玉川の流路がたびたび変わり渡し場が変遷していった結果、江戸中期以降はほぼ現在と同様に境内の北側に街道が、 敷かれたとされる。学問の神、菅原道真を祀っており、またその歴史の長さから受験生やその親たちがこぞって訪れ、受験シーズンには境内に合格祈願の絵馬が多数かけられる。特に初詣の時は行列が見られるほど混雑するようになり、参詣者数は年々増加傾向にある。甲州街道側にある梅林は、梅の名所としても知られ、 毎年3月には、梅祭りが開催される、三社合殿第六天神社弁天社五社合殿、サブロードの五福島神社日清稲荷神社。ありがとうございます。